ラウール佐久間大介、宮舘亮太、向井康二、目黒蓮、ブレイクアウト、ラフ&決めショットの2パターンが公開。劇中に登場する黒×赤衣装とダンスシーンの白×赤衣装のショットが公開。スノーマン公式インスタグラムが、メンバーであるラウール佐久間大介、宮舘亮太、向井康二、目黒蓮の新曲、ブレイクアウト、ショットを公開した。先日公開となった深沢達也、阿部亮平、渡辺翔太、岩本照に続けての公開となっている。公開されたのは、ブレイクアウト、メガボルトに出てくる、黒×赤衣装でのふとした瞬間のラフなショットと、ダンスシーンで着用している白×赤衣装の決めショット。ラウールはグローブをつけ座りでニコニコの笑顔を浮かべたショットに、上下レザー衣装で足元に視線を落としたクールな全身ショット、佐久間は座りながら目線を外したショットと全身ショットで片足を蹴り上げた躍動的なショット、宮舘は座って両肘を膝についた体勢で先を見つめたショットに、艶めく瞳とリップが印象的なドアップショット、向井は腰をかけ、片膝に片肘をついた横顔ショットと濡れ髪にさりげなく動脈ピースを仕込んだ、ショット、目黒は一人掛けの椅子に座り物思いにふけるような表情を浮かべたショットに、澄んだ瞳で遠くを見つめる横顔ショットとそれぞれの魅力が詰まった写真となっている。ぜひメガボルトと見比べながら写真もチェックしてみよう。